はいはいはい、どうもどうもどうも。え、J2 第12節。水曜日のゲームですね。振り返っていきたいと思いまーす。え、秋田岡山10岡山勝利でございますね。はい。まあ、岡山の今年のストロングポイントが非常に現れた得点シーンだったんじゃないでしょうか。まあ、徳本のキック精度も良かったですね。ファーサイドバイス、え、折り返し柳詰める。詰めるつがなんかもう、当たらえみたいな感じでね。太ももね。うん。 振りましたいい時間に取りましたよね、これ前半の終わりアってところで。で、まあ、秋田の方もね、そうですね、あのー、後半とか結構、サイドからクロス入れて合わせるとか、そういうシーンとかあったりして、まあ、得点の可能性っていうところは結構十分に感じたんですけれども、岡山の最後のところ、まあ、ゴールキーパー金山もしっかりと守りきっていて、非常に良かったと思います。そして、まあ、最後のところね、あの田中雄大、えー、セットプレー上がっていけて、 えー、オーバーヘッドかましたし、いやー、あれが決まってる世界戦がちょっと見たかったですけどね。ゴールキーパーがこうアディショナルでヘディングでゴールとかは結構ね、結構ではないけど、たまにあるけどね。うん。オーバーヘッドでゴールはないからね。あれ決まってたらほんとなんか J2 の年間ベストゴールみたいにしてあげたいぐらいの劇的な同点ゴールになったと思うんですけれども、まあそこは岡山がさすが封じましたね。1-0で岡山勝利おめでとうございます。 えー、大宮群馬さんに劇的なもう、ナック5が揺れました。多分。はい。<laughs> えっと、4分まず岩上、えっと、PK でしたね。うん。えー、まず、あ、しっかりと冷静に、左に決めましたね。岩上から見て。うん、そして27分平松のゴールは、えー、加藤純也だったかな。えー、やっぱり切り込んでって、うまいですよね。運んでいって、中に平松、うんダイレクトで押し込むみたいな感じで、フォワードっぽい、ストライカーっぽいゴールで。 えー、2点リード。そして続いて前半のうちに、3本目の、3本目じゃない、2本目のね、PK があったんですよね。あー、で、またキックは岩上だったかな。だったんですが、同じ方向に蹴って、えー、南優太がパチンと止めまして。うん。まあ、ここでこう流れがすごい変わったっていう感じなのが、ちょっと微妙ですけれども、まあ、 その PK ストップが、えー、確かにこの勝利、大宮のこの勝利を引き寄せましたね。後半に入りまして、えー、57分、菊池俊介。うん、右サイドね。えー、うまいこと。まあ、河田、確かクロス上げたのは河田なんですけど、中はね、ほとんど見ず、まあ、感覚的に上げたような感じかなと思います。そこにうまく菊池が走り込んだ。さあ、一点返した。そして62分、えー、セットプレイですね。コーナーだったかな ああ、からヘディングで西村結構距離があるところでしたけども、狙ったヘディングでしたね。ああ、まあ、これにはさすがにゴールキーパーくしびきも届かず。そして、本当に10分間の間でですよ。で、矢島信也。ああ、11分間か。いや矢島信也が右サイドでクロスを上げると見せかけてニアにズドンですわ。 それはまあ、キーパーパめれねえしまあそこはやっぱ群馬ね、ファー振りにさせちゃったってのは、ちょっともったいなかったなっていうところでしたがね。うん。えー、そのまま大宮が3点、逆転勝利で勝っております。最後の方にはシロワも退場したりで、ね、なかなか、えー、主審の井上レフェリーは。 ね。<laughs> こう、ドラマチックにさせたなっていう感じあります。そして、千葉山口2対0で千葉の勝利でございます。いやー、千葉いいですね。本当に先制したら強いですよね。うん。40分ミッキーのゴールは本当に美しい崩しだったんじゃないかなと思います。なんならファーサイドもあれ一人空いてたからね、左サイドね。 えー、まあ、真ん中でシュートを打って、そのこぼれ球しっかりと詰めたというゴールでした。そして45分、高木と岸と、とと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 しゆき。<laughs> ちょうど思っちゃった。あの、前節のね、えー、桜川ソロモンから抜け出したみたいなパターンとちょっと似てる感じかなと思います。ミキからボールをもらって、入っていって、そのやっぱり、高木としゆきはドリブルが上手いですよね。うん。 もちろんシュートも上手かったんですけれども。コース取りが本当に上手なので、自分の持っていきたいところにね。はい。あ、高木兄弟対決でしたね、このカードは。うん、2対0で勝利です。うん、でも後半も、本当に千葉やっぱ守備もしっかりと引き締めて、こう対してね、危ないシーンそんな作らせなかったですから。うん、非常にいいチームだなというところ。まあ、ただ先制した場合に本当限るって感じですけどね。うん 2-0で千葉勝利おめでとうございます。そして岡飯町田。本当にこのゲームは J1 レベルの、まあ、攻守がね、あの、交代が激しくいいゲームだったんじゃないかなと思いますがえ、先生って早かったっすね。右サイドからのクロスボールに長谷川達也がヘディングで、うん、キャプテンが見せてくれました。 で、まあ、その後も、お互いにチャンスを作っていた。で、まあ、ここ最近結構印象的なのは、平戸のシュートが、本当になんかバーに当たったりするシーンが多いかな、っていう感じで。まあ、もちろんゴールも取ってるんですけど、今季何点取ってるっけまあ、5点取ってるもんね。十分だよね。うん。なんか、もっと取れそうだなって感じありますよね、平戸のシュート。うん。まあ、そんなことは置いといて。あ、そう、クロスボール上げた伊藤翔優しいクロスでよかったですね。うん。 で、えっ、ー、とー、後半に入りまして。はい。途中出場でしたね。ビニッシュス・アラウジョ。確か、超無セット交代したんだったかな、うん。そっからほんとすぐに結果残して、うん、素晴らしい活躍ですね。あの、ワンタッチが効きましたよね。ボールもらってからの。うん、で、冷静に流し込む。で、その後もね、町田の方は決定機。あれも平戸だったかな。チャンスがありまして。まあ、ブローダー戦、ファインセーブでした。うん。で、まあ、横浜石ももちろん負けじとね、サウロ・ミネイロがね、途中から入ってきて、 えー、迫力のある攻撃を見せたんですけれども、1-1のドローということで、本当に両チームともレベルが高いなという、そういったゲームでした。うん。まあ、4日前試合やっぱ、さすがに、まだ負けてないっていうのは、本当にすごいですね。で、新潟岩手が2-0。まあ、岩手がなかなか厳しい道を歩んでおりますね。まあ、新潟は、しっかりと沈めましたね。44分の松田のゴールは、あれは確かラストパスを送ったのは伊藤亮太郎でしたよね。 まあ、この人のやっぱ魅力ってのはドリブルのね、まあ綺麗だと思うんですけれども、そっから、やっぱあのスルーパス、うーん、で味方の松田の走り込みをね、しっかりと見ていた、ダイアナゴルなんでしたっけ、なんでしたっけ何でしたっけうん。<laughs> サッカー用語全然わかんないですけど、見事だったと思います。なかなかあれ、ああいう動きされるとね、グルージャのディフェンス陣も捕まえにくいだろうなという。そしてまあトラップしてからのあの、なんだろう、トーキック気味というかアウトサイドみたいな感じの、本当にすぐにシュート振りましたからね。 あ,あれも素晴らしかったんじゃないかなと思いました。シュートテクニックがありました。えー、まあ、そして、新潟のは88分で、ね、追加点ということで、試合を決定づけました、ミートはい。まあ、このシーンね、岩手ももちろん、ビハインドしてるんで、前がかりにちょっとなったところで人数足りなくて、えー、カウンター気味で奪って。えー、しかし、まあ新潟の選手たち本当周りにも確か3人ぐらいいましたから、あのー、最後までしっかりと走れてますよね、このシーン。 で高木義明なんかがね、あの中央からね、走っていってあの、本当に水戸にコースを空けましたよね。うん、で、本当に距離,距離はそこそこあったし、シュートも簡単ではなかったと思うんですけれども、あー素晴らしいゴールでしたね。水戸は今季これが初ゴールか、あーおめでたいですね、うん。この選手もね、なんかこう、一皮抜けたらヤバそうな感じはありますよね。うん まあそんな感じで、新潟、さすがの強さ。まあピンチのシーンもマイケル・ジェームズがしっかりと蓋をしたりで。まあ岩手は決定期はほんとなんか一本ぐらいだったかな。そんな感じでしたね、うん。後半の左サイドからなんか繋いでってみたいな感じの。モレラトが打ったシーンだったかな。なんかそんな感じでしたね。はい。新潟も強し。えー、そして、徳島山形、1-0で山畑の勝利でした。 えー、徳島ね、ゴールネット揺らしたシーンありましたけれども、あれはね、オフサイドというところで、えー、点は認められず、杉森だったかなうんの、シュートに対して藤尾がオフサイドポジションだったが、うーんゴールキーパーの飛び込み、まあわかんない。関与したってことなのか、まあ、シュート当たったのかわかんないけれど、まあ、とりあえず認められませんでしたね。えー、そしてその後に、小西、いやぁ、この徳島戦に決めるっていうのが、ははは。 なんかいいですよねー。なんかやっぱり徳島戦じゃなかったらあそこで振り抜いてないのかもわかんないけど、うん。気持ちが見えたけどね。勝手にそう解釈してます。うん、で本当に難しいシュートだと思いますね。遠明の位置だし。で、結構ね、ディフェンダーもいたと、だろうし。うまいことあそこのコース通してきましたね。で、ショートパウンド気味でやっぱ荒れってゴールキッパー取りにくいよね。さすがあの個性も汗あら、取ることができませんでしたね。はい。 うん、あと、ま、デラトーレ。ま,あ、まだ、この試合はイゴール取らなかったけど、やっぱ <laughs>。雰囲気はあるよな。デラトーレ、怖えよな。うん。はい。そんな感じでした。徳島は、やっぱ、前節5点取っちゃったから、もう、こっからね <laughs>。また点取れなくなるのかな。0-0とかのゲーム続くのかな。 そして、長崎、水戸は1-0で長崎の勝利でした。まあ、今年の長崎を象徴するようなゴールでしたよね。クリスチャーノエジガル・ジュニア。この二人でズドンと行っちゃいましょう。うん、コーナーキックからね。はい。見事に合わせました。まあ、その前にもエジガル・ジュニアは斜めからのね、ロングボールを走り出して決定機ってところがあったので。うん。まあ、長崎は本当に、なんでしょう。出し惜しみなく、このエジガル・ジュニアのね、 あの、突破の強さってところをね、活かして、えー、まあ、この試合の勝利をね、掴み取りました。水戸の方は後半に入ってからは、まあ、ちょくちょくいい形ができたりして、まあ、こちらもオフサイドでね、えー、ゴール取り消しになっちゃいましたけども、木下がクロスからね、ヘディングっていうところ、まあ、あれは完全にオンサイドポジションだったんで、しゃないかなと思いますけど、はい。まあ、形としてはね、作れている部分もあるので、うん、まあ、前節ももちろんね、すごい劇的な勝利とかしてますし、 まあ悪くはないいんでですけれどねっていう感じでした、うん、さあ長崎はこっから乗っていけるのかどうなのかそして熊本仙台2-0で仙台勝利はい仙台は本当に前前線のプレッシャーがこうこ,こ最近はまっているイメージがありますこの試合も熊本のね えー、後ろでのパス回しをフェリペ・カルドーゾ、えー、奪ってそのままフィニッシュ。うん、素晴らしかった。まあ、その後もこのカルドーゾは結構体の強さを生かしてシュートまで持っていくシーンとかあったりして、ああこうだんだんね、乗ってくると、うわ、厄介だなっていう感じですね。他のチームのサポーターから見させていただくと。うん、こう分かっていても止められないみたいな、パトリックみたいな、なんかそういう感じはあり、あれ、ありそう。うん。フェリペ・カルドーゾ。名前もいいね。はい。 えー、まあ、ゴールキーパー、タシロもね、俺、このキーパー、今年知って好きになりましたけど、まぁ、あ、ファインセーブ見せてくれてましたけどね。うん。あと、味方に、絵のね、声かけとかもやっぱいいですよね。声でかくて、すごい <laughs>、放送でも聞き取れますよね。うん。えー、まぁ、あ、仙台もね、あの、すごい、圧勝というか、なんでしょう。余裕の勝利ってわけではなかったんですけれども、まぁ、あ、しっかりとね、あの、最後のとこはやらせなかったですよね。で、追加点は61分平岡でした。 いやあ、これこ、あのー、右サイドのフリーキックからね、合わせたんですけれども、本当にデザインされた攻撃で、うん、受けても、出しても、まあ、この形作ろうぜっていうのがすごい一卒見えましたよね。ニアで合わせてゴール取りました。非常に速くていいクロスゴールだったと思います。ゴールキーパーもあそこでね、前でコース変えられると難しいっすよね。はい。仙台2対0。仙台も調子良くなってますね。大分とち、0-0のゲームでした。 まあ前半の方から栃木はまあ八代がボールを握ってシュートに持っていくみたいなシーンがあったりしたんですけれども、えー、大分の方はやはりストロングポイントはツートップですよね長澤小屋、まあ、そこの後ろにね構えるまあ野村なんかもね、はい、最近調子上げてきて、まあ、チャンス自体は作れていたんですけれどもね栃木のやっぱりディフェンスが硬いですし。うん 最後のところでしっかりとやらせませんでしたね。まあその結果0-0っていう結果で。まあ大分は、あーなんか惜しい試合が続いてますね。勝てそうなゲームは結構してるんだけど、拾えてないですね、勝ち点を。はい。0-0でしたね。えー、そして琉球、金沢、えー、1-1のドローゲームでした。えー、金沢の方はですね、モーリーが、 はい点を取りましたねまあこれもいいゴールだったなーとうーんあのやっぱシュートを打たなきゃ何が起こるかわからないみたいなところですよねリフレクションはあったんですけどねナイスゴールはい、えー、で金沢の方はまあ、というかやっぱ琉球の方はあのー 点をやっぱこう、早くしてしまうと、17分でしてしまうと、やっぱもちろんですけど、苦しい展開になっちゃいますよね。先制してすら苦しい展開になってるゲームが今年多い流刑ですから、まあ、金沢がね、ちょっとセットして守るような形からカウンターを見せるみたいなパターンも見られたりしました。まあ、しかし55分、草のえっと、ピッキーを取ったのは確か中野だったと思います。うん、キーパーをね、ちょっとおびき出すような感じして、ちょーんってタッチ入れてね、うん。 まあ、ファールもらって。はい。で、しっかりと草間が沈めましたね。うん。で、まあ、結果的に同点に終わるわけですけど、金沢の方はその後、退場者出たよね、確かね。誰だったか忘れたけど。うん。だけど、あれそれこそ、モ利リーが退場したんっけっ <laughs> 誰だっけまあ、出ちゃったけれどね。あ最後の方、すごい惜しいシュートありましたね。ボルイシュートからね。うん。あ、本当だ、モーリーだね。モ利リーに2枚目の退場者。 え、ね、ゴールも取って退場もして、なんかすごい毛利の日でしたね、この試合は。うん。最後ね、ほんと、惜しかったですね。松本だったかな。ああ、シュート惜しかった。田口がファインセーブでしっかり止めて。やっぱ田口は、ああ、なん頑張ってます。<laughs> 皆さん田口は頑張ってます。はい。なかなかシュートめっちゃ来る中でよく弾いてますよ。はい。11手ドローでした。そしてコフ、甲府ヴェルディ2対0で甲府勝利。甲府がね、調子いいですね。 えー、17分、山田陸のゴールも、あれ、3つ日あったかな、分かんないけど、まあ、ゴ本当にあの、動き出し、山田陸良かったですし、出しても良かったねあ。ディフェンスの、こう、絞りきれてないところをうまくついたゴールだったかなと思います。で、まあ、この日、なんか、ピッチが結構水を含んでたのか、まあ、ヴェルディも甲府も、ちょっとボールタッチが乱れるシーンが見られたかなっていうところですね。うん。 で、63分、三平は、PK でしたね。ババと三つ平が競ったところで、三つ平倒されて、で、その PK を三平が決めて、いつものこの、ガシ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 ってや,やってましたね。<laughs> みんなでやってましたね。楽しそうで。はい、何より。はい、そんな感じでした。幸福すごい、まあ、すごい。うん、まあでも、平日でもね、3678人と結構ね、人は入ってましたね。うん。はい。まあやっぱり、今の幸福の面白いところは、菅井がこう、サイドから、 な、んかインナーラップしてきて、上がってきて、ゴール前に絡んでいくっていうところですよね。まあ、それでやっぱり、まあ、ヴェルディもそうですけど、他のチームもね、あの、ディフェンダー、サイドバック、左サイドバックの選手が、とか、左のフォワードの選手がね、まあ、ディフェンスにせざるを得ないっていう時間も作れるので、そこで押し込めて点を取れるっていう感じですよね。バンホール、今、強いですね。で、まあ、荒木が復帰してきたことで、またこっからね、さらに、この勢いを、うん、増すことができるんじゃないでしょうかね。うん。 はい、そんな感じで2タイトル、甲府勝利おめでとうございます。順位を見ていださしゃいえー、横浜、仙台、新潟。おー、新潟やっぱ上がってきたか。で、町田、ベルディがこう、ちょっとね、乗れてない。まあ、シーズン序盤調子よかったですけど、負けが多くなってきましたね。あファジアノも結局やっぱ上がってきたか。あ引き分け多いイメージだったけど。で、甲府が4連勝で一気に、ね、下位に沈んでたのに7位になってきました。 うん、ああ、で、やっぱり、長崎も前評判通りね、上がってきましたね。あ群馬、ちょっと調子悪くなってきたか。もうやまあ、山形方、ジェフ、大分、徳島。うん、グルーじゃやばいね。せめて引き上げまで持っていけるゲームをこう増やしていきたいですよね、残留のためにも。大宮がちょっとずつ、こう、調子上げていきそうな予感もありますし。 あーなんかこの勢いのままだとなんか森岡と琉球がドベ二つになりそうですね。J2 ボトムズ。うん。ちょっとボトムズね、もうちょっと盛り上がってほしいんでね。いろんなチームが巻き込まれていってほしいと思うんですけれども。はい。そんな感じで、あー。こう、だんだんシーズン序盤とまたね、展開もね、まあ第2クールと言いますか、入ってきたわけで、シーズンね、4分の、4分割した時に第2クール入ってきたんでね。 うん、まあただ、未だよく甘いまだしまあ勝ち、勝率はね、下がってますけれども、勝ち点をしっかりと積み重ねておりますね。うん。そんな感じです。はい、得点ランキング見ていきますかい。えー、小川晃子の説はさすがに点は取れなかったと。はい。上位陣の選手、あんま点取ってないのかな、今節はね。うーん。 そうですね。あ、エジンル・ジュニアまだここら辺入ってきて3ゴールか。ああ、まあ1五ゴールは取るでしょう。はい。そんな感じです。ね。うん。はい。ということで J2 第12節で振り返ってきました。まあまあ、もう明日も試合か土曜日。明日土曜日夏はね、そうだね。明日も試合があるんでね。いや、いいっすね、ゴールデンウィークは。たくさん試合が見れて。<laughs> やったぜたくさん試合見れるぜ。 はい。以上 J2 第12節振り返ってきました。ありがとうございました。